さあ皆さん、長文読解の授業がやってまいりました。皆さん、以前からお伝えさせていただいていることなんですが、皆さん、大切なのは、皆さん、言い換えを探すことですからね。長文読解では、言い換えが重要というところです。そして、その言い換えはじゃあ、どっから見つかるんですかって言われたら、皆さん、一文の後半。後半をしっかり見てくださいね。そして、それをもう少し詳しく言うと、このあたりですね。そして、さらに、このあたり。このあたりをしっかり見ていただきますとヒント、見つけやすくなりますので、この後実演に行きます。さあ皆さん、関西学院大学行ってみたいと思います。皆さん、今から実演する問題なんですが、空小十問題7問、そして内容1問題が2問あるんですが、皆さんの集中力が途切れないようにということを考えると、視聴時間、これはいつもお伝えさせていただいておりますが、15分から20分くらいじゃないかなという感じがいたします。それになんとか収まるようにですね、最優先のところをピックアップしながらですね、頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。さあ皆さん、第一段落でございます。皆さん、空小1番と空小2番ですね、入れる問題なんですが、選択肢こう4つ、皆さん左側見えてるかと思いますので、皆さん一読してですね、このタイミングでちょっと考えていただけますとよろしいかと思います。さあ皆さん、空欄1番からいきますね。で、もちろん空欄1番の左側、右側は多分読んでいただいてるかと思いますが、わかりやすいのは皆さん、右側にアンドがいますよね。そしてということでございますので、おそらくヒントはメインテイン、維持という話につながってくるかと思います。ですから皆さん、選択肢眺めていただいて、なんとかかんとか、まあ、あれを選んで、選ぶとですね、維持ができそうなものですよね。それが正解になってくるかと思います。ただし、選択肢ので、サクシードは成功するという自動詞ですからね。で、空所の左側見ていただけると、あ、B 動詞。プラス過去分詞で受動態になっておりますが、皆さん、自動詞は受動態にできないので、この段階で選択肢のサクシードとはダメですからね。ですから、A、B、C の中で考えていただきましょう。さあ皆さん、空欄1番、正解は A のエスタブリッシュでよろしいかと思います。確率ですよね。で、皆さん、これは皆さんの英語の実力で例えていただけるとわかりやすいかと思いますが、皆さんの英語の実力は確立されていたら、盤石なものであったら、それは崩れることなく維持ができるかと思います。もちろん、間違ってたら維持はできないでしょうし、プリテンド不利ですよね。不利をするってことは、真の実力ではないわけですから、ちょっとダメだということでいいかと思います。ですので、確立されてるからこそ維持ができるという感じでいいかと思います。で、皆さん、場所はどこですかって言われたら、これですよね。B 動詞の右側が根拠となってるかと思います。さあ、続いて空欄2番でございますが、皆さん、これは後ろ、オアがありますので、皆さん、選択肢眺めていただきますと、つながりそうなもの見つかりますよね。皆さん、正解は D のフェーザーでバッチリですよね。皆さん、フェーザーとこれは A or B、A か B かということで、これは皆さん、文法問題、熟語の問題ということでいいかと思います。さあ皆さん、第一段落終わりましたので、内容1問題に行ってみたいと思います。皆さん、選択肢3つ見えてるかと思いますが、皆さん、この第一段落の内容と合うものですね。合ってるものを1つ見つけていただけるとよろしいかと思います。さあ皆さん、ヒントはですね、この波線のところかと思いますので、ちょっと皆さん、熟読していただきますと、いけそうですね。もちろん正解は B ということでよろしいかと思います。皆さん、their broader social network ですよね。より幅の広い社会的なネットワーク、人と人とのつながりの話がしっかり書かれております。もちろんこのことつながりというところでもよろしいかと思います。で、見ていただいてわかりますよね。自分たちが暮らしているところ、そのな社会ですかね、それを包括している人たちということですね。多くの人たちの皆さん、つながりの話がしっかり
かり書かれておりますということです。でもちろん、波線引っ張ったところを見ていただいてすぐわかるかと思いますが、前置詞 with の右側ですよね。でもちろん正解となっているところも前置詞 with の右側ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、続いて第2段落でございます。皆さん、これは3番と4番ですね。皆さん、選択肢眺めていただけるとよろしいかと思います。皆さん、ちょっと一読していただいて、皆さんも答え決めていただいて OK ですからね。さあ皆さん、空所3番でございます。左側、OR ついてますよね。ということは皆さん、熟語の知識であれが正解ですよね。もちろん正解は C ですね。else。もちろん、or else ですね。offended またはさもなければ concern ということで、皆さん熟語の知識でバッチリです。さあ皆さん、空欄4番でございますが、皆さんちょっと文頭からですね、ちょっと確認させてくださいね。forgetting to say thank you ということですから、まあ、ありがとうというのを、まあ、ちょっと忘れてしまうとですね、点々点。で、点点点。で、それが can lead to a serious breakdown of 空欄4番 trust ということで、おそらく信頼の崩壊につながりかねないんでしょうね。で、that is why、したがって、in your society、すべての社会においては、子供たちは教えられているんですね。しかも、早い時期から。それは何を教えられるのっていうと、ちゃんと口頭で、感謝を述べるということですね。っていう話を考えると、いけそうですね。皆さん、正解は C ですよね。of ということで問題ないかと思います。もちろん、of 入れていただけると、信頼の崩壊ですよね。ですから、信頼の崩壊につながりかねないからこそ、幼い時期からしっかり感謝を述べるよう教えられてるんですよね。ですから、話の流れもバッチリということでいいかと思います。ですから、ヒントはどこですかっていうと、この二重棒線を引っ張ってるところでよろしいかと思いますが、B 動詞の右側ですよね。情報構造バッチリです。さあ皆さん、関西学院大学お疲れ様でございました。皆さん、空小集問題を中心にやりましたが、皆さん、パターンは2種類でしたね。知識で解く問題と内容を把握して解く問題ということでした。で、皆さん、知識に関する問題は、皆さん、単語、熟語、そして文法、皆さん、これの普段の努力でですね、賄えるレベルかと思いますし、内容把握問題もですね、結局皆さん、言い換え可能なものを探しましょうね、というところは普段意識されてるかと思いますし、その際のヒントは、情報構造ということでもよろしいかと思います。ですから、やることは、かっちり決まっておりますので、あとは、これに乗っかっていただいてですね、この動画を活用しながら進めていただけますとよろしいかと思います。ということで、明日以降もよろしくお願いいたします。